失礼します。上村さん、はい、今回のシングル、うんうん、上村さんにとってねラストシングルですけど、はい、ラストシングルとなります。まずはちょっと今の心境をお願いします。そうですね、やっぱり本当に思い出深い楽曲になっていますし、今回はトリプル A 面シングルということでジュースジュースの色濃く、残った楽曲になっていますし、カップリングの方では私上村ソロに挑戦していますので、そちらもぜひお楽しみにという感じでございます。レコーディングの時のなんかエピソードというかね、どうでしたレコーディングは。どうでしたかね、レコーディングというかミュージックビデオかな、なんか撮影とかそういう、どうでした。ジュースジュースとしてはですね、お愛子を一番最後に、撮影させていただいたんですけども、もう本当にジュースジュースの今の象徴といいますか、自由な空気感でほぼ、アドリブでやらせていただいて、最後の最後にはもう卒業という感じの大きい、今までで見たこともないような大きさの花束をナンバールルちゃんからね、はい、サプライズで持ってきてくださったりとか、はい、そんな感じで本当に華々しく終えられた感じです。もう今ね、おあいこの話が出ちゃったんで、もうついでにちょっと聞いちゃいますけど、はい、見させていただきましたミュージックビデオね。ありがとうございます。最後お二人でなんかこうね向き合って、はい、そうですね、あれはなんとなくこう次のリーダーへのなんかねこう振りなのかなとか、結構こうざわざわしてますけど、どうです？そうですね、あれは私上村の完全アドリブで、インテリアとしてお花が一本添えていたんで、それをこうびっくりさせるために渡したっていうところが、こうみんながこうそうやって解釈してくれて、あ、そういう見方もあるんだなって思いながら見ています。じゃあそれはまあ後々のまたの後々のお楽しみというかね、発表はね、ということですよね。はい、これもうダンバラさんなんですか？いや決まってないです、まだ全然何も聞いてないので、ね、まあ、みんなわからない状態で、わからないです。もう最年少に行くかもしれないですし、もう何が起こるかはわからないのがジュースジュースなんで、なるほど、はい、そこはお楽しみにという感じです。でもう一つ上村さんね、はい、オリジナルメンバー、はい、5人でスタートして、うん、最後、うんうん、上村さん残りまして、はい、オリジナルメンバーの卒業と、はい、いうことでもありますけども、その辺はどうですか？そうですね、現在開催中のジュースジュースコンサートツアー2024ワンラインというタイトルは私上村が付けさせていただいたんですけども、ワンラインという意味の中にも、繋いでいくっていう思いが強く込められていたりするので、そこはきっと今のツアーで現時点のメンバーにつながっていくものがあるんじゃないかなと身をひしひしと今感じている段階で、ね、私もどうなるのかなっていうのはとても楽しみにしていますね。南原さんどうです？上村さんね卒業でいなくなっちゃいますけども。そうですね、でもオリジナルメンバーさん5人の皆さんの背中を私が一番長く見てきたと思うので、すごくこう感じるものも多かったですし、最近はこう卒業を実感する機会もすごく増えてきたんですけど、でもその私が好きなジュースジュースはずっとずっとこう続けてつないでいきたいなって思うので、上村さんが見せてくださっている背中を次につないでいきたいなと思います。新曲の東京ブラ、はい、でダンバラさんね結構素敵な歌詞言ってるところありますよね。あ、落ちサビのところですかね、でもあれも実際にその作詞された山崎葵さんから、うん、そういう意味だよって言われたわけではないので、私もどうなんだろうっていう思ってるところではあるんですけど、ファンの皆さんからのその解釈の話を聞いて、わあそういう意味もあるのかなって思ったりもしました。はい、ミュージックビデオの見どころって普段やっぱり先輩メンバーが語ることが多いと思うので、はい、ちょっと下の方のメンバーの皆さんに聞きたいと思うんですけれども、うん、じゃあまず遠藤さんから、はい、どの MV でもいいんですけれども、はい、見どころをお願いします。見どころ、はい、東京ブラのミュージックビデオがこうダンスのシーンがたくさん入っていて、こうみんなで一列になってこう歩いていくシーンだったりとか、こうジュースジュースのミュージックビデオよりなんか普段のミュージックビデオよりたくさんダンスシーンがたくさん入ってて、すごい迫力のあるミュージックビデオになってたり、表情もメンバーの表情もかっこよくてすごくいいので、ぜひ表情とダンスに注目していただきたいなって思います。上村さん今のコメント何点ですか？何点ですか？その振り初めてですね。でも本当に110点くらいですかね。ジュースジュース今11年目なんで、やっぱり最初にしては
すごくあのコメント力が高くて、そういう意味でもギャップを感じさせてもらえるメンバーなので、私もすごく頼もしくいつも任せているようなメンバーなので、110点を捧げたいと思います。 ありがとうございます、はい、次に石山さん、はい、どのミュージックビデオもいいですけど見どころお願いします。そうですね、そしたら次ないものラブなんですけど、ないものラブはジュースジュースにはない新しい楽曲だなっていうふうに思うのと、結構ジュースジュースの私のイメージだと皆さんに歌をお届けするっていうイメージがあるんですけど、ないものラブは感想のダンスとかすごくかっこいい部分だったりが、新しいものがいっぱい詰まったとても素敵な楽曲になってると思います。じゃあダンバラさん何点でしょうか。はい、何点、私もどうしよう。じゃあ111点で。あ1ポイント増した、はい、その1点の差の理由はそんな特に考えてなかったんですが、本当に2人ともとても上手なコメントだなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。じゃあ次入江さん、はい、お願いします。はい、じゃあ最後おあいこですね。おあいこのミュージックビデオはすごく上村さんのご卒業を皆さんもメンバー自身も実感している楽曲になっているんですけど、そうだな、5年ぶりにつんくさんから作詞作曲して楽曲提供していただきまして、最初はラップから始まるっていうのもなかなかない楽曲で、それもジュースジュースにとってのギャップだなというか課題だなというか、そんな部分ではあるんですけれども、そのラップ調だったり卒業を感じさせられるメロディーだったり映像だったりっていういろんなところを楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。じゃあ井上さん今のは来ると思いました。じゃあ上村さんの大好きな23万点で。おーやったー、3万点、私ももらったことないまだ23万点いただきました3人の中で圧倒的1位ということで、やったー、ありがとうございます